マセラティバードケージ75スはイタリアのピニファリーナで製作されたコンセプトカー。2005年ジュネーブモーターショーにて発表。ピニファリーナ創立75周年を記念して作られた。初代マセラティティーポ61をモチーフとしてマセラティ MC12 をベースにかつてのスーパーカーを蘇らせドリームカーの原点回帰と最新テクノロジー、それらを表現する。 現代的な造形への挑戦を果たした。デザイン統括は奥山清行最終デザイン案はジェイソン・カストリオタによる。名前は1959年、マセラティのルマンカーであったティーポ61の通称名から取って付けられた。ボディにドアはなく、ウィンドウ、ルーフ、フェンダーまでもが一体となった巨大なアクリル製フードが斜め前方にせり上がり、 コックピットへのアクセスが可能となる。ボディは CFRP 製で、シャシーは CFRP 製デュポンのメタ系、アラミド製にノーメックス姿勢ハニカム構造材の複合素材をフレームに使用し、リアフロントのサブルレームはアルミ合金製。本来インストルメントパネルにあるはずの計器類はすべてヘッドアップディスプレイを使用し、ダッシュボード中央に配された透明パネルに、 投影表示される。マセラィ伝統のアナログ時計も同様に投影表示される。ステアリングホイール中央にはコントロールデバイスが集中配置されている。また、モトローラ設計の携帯電話用ブルートゥースヘッドセットが装備され、搭載されているいくつかのカメラを通信機器を使い他車と走行データを共有できる。ありがとうございます。